いや今日なんていうかな、まあ、いつも組まへんメンバーでこのリモートアライアンス、俺一人やったけど、一人心強いね人が入ってきたら、まあ、100人できやし、何の問題もない。後ろにあの人がいてくれたらね、どんな状態でも、俺のこと分かってくれてると思ってるから、まあ、そういう差じゃないですかね、向こうとの差っていうのは。はい、岩村選手、かなり激しくやり合いましたけど、いや本当なんていうかな、シングルで初めてやった時より全然違うね。体も大きくなってるし、また馬力も増してるしね、タイヤがチームを上げるんじゃないの。まあ本当にこう末恐ろしい存在になるっていうのは、まあ遠い時期じゃないかな、時期じゃないね。もう本当にこう近くまで来てるっていうのはやっぱこう戦ってみて分かるから。はい、狙いたいっていうものもうあるもの欲張りやから、本当は全て欲しい。誰が持ってるベルト、もう本当俺が挑戦できるものを全てまとめて取りたいっていう気持ちはすごくある。はい、まあ待ってるっていうより、まあこんだけ昨日も須田君に勝ったし、今日も稲村に勝っとるし、まあ、ずっとずっと勝ち続ければおのずとそういう時期っていうのは来るんじゃないですかね。待ってばっかりじゃないよ、結果として俺は出しとるから。